アイテム番号 SCP-493JP。 オブジェクトクラスケテル・ユークリッド。特別収容プロトコル SCP-493JP の原種個体はサイト、8132の異常動植物保管施設内に収容します。SCP-493JP の周囲は十分名高さを持つ機密性の高い隔離壁で密閉します。施設内への入り退出の管理は致死性の空気感染性伝染病に準ずるレベルで実施します。特に SCP-493JP の開花時期においては D クラス職員による実験を除き、原則として隔離壁内への立ち入りを禁止します。説明 SCP-493JP は特異な生殖体系を持つ、杉の変種です。通常の杉と同一の外観を持ちますが、DNA 中に人間由来と考えられるコードが含まれています。SCP-493JP は通常の杉と同様に雄花より風中立ち性の花粉、SCP-493JP-1 を放出することで生殖を行いますが、雌花には生殖能力がありません。人間が SCP-493JP-1 を鼻孔より吸引した場合、SCP-493JP-1 は鼻孔内の嗅覚細胞周囲に定着します。嗅覚細胞に定着した SCP-493JP-1 は嗅覚細胞の肺に作用し、幹細胞化させた後に卵細胞へ変異させます。生成した卵細胞に対して種族、染色体の数が異なるにもかかわらず SCP-493JP-1 が受精することで受精卵が生成され、鼻孔内に着床します。受精卵は数日で成長し、SCP-493JP の種子、以下 SCP-493JP-2 となります。SCP-493JP-2 が生成すると、罹患した人間、以下 SCP-493JP-3 は鼻のむずがゆさ及びくしゃみといったアレルギー性鼻炎に類似した症状を呈します。ただし、通常のアレルギー性鼻炎と異なり、鼻水や涙などの体液を排出しようとする症状は生じません。くしゃみにより鼻孔内の SCP-493JP-2 の一部は周囲に拡散し、土壌へ到達した場合通常の杉と同様に発芽、成長します。鼻孔内に留まった SCP-493JP-2 はさらに数日の潜伏期間が経過した後鼻孔内で発芽します。SCP-493JP-2 が発芽すると副鼻孔を通じて頭蓋内へ急速に根を伸ばします。SCP-493JP-2 が発芽し、根が成長するにつれて、SCP-493JP-3 は嗅覚の喪失、頭痛、めまい、吐き気、繊毛といった症状を呈し、根が脳幹に達すると中枢神経の麻痺による昏睡を引き起こした後、死亡します。鼻孔内で SCP-493JP-2 が生成すると特別な外科的処置を行わない限り致死率は 95% です。SCP-493JP-3 の遺体を栄養源として SCP-493JP-2 は成長を続けます。SCP-493JP の原種個体は192年月サイト、8132の研究施設とみられる廃墟跡で発見されました。周囲に研究員とみられる遺体と遺体頭部から成長した SCP-493JP の苗木も多数発見されました。研究施設の看板には、日本生類総研、編集済み、支部、ヒトキメラ研究所。という表示がされており、放棄された培養施設や生物の死体から人と他の生物とのキメラを試作、研究する施設であることが判明しました。廃墟跡捜索の地、調査したエージェント、名のうち1名を除いた全員が SCP-493JP-3 となり、死亡しました。死亡を免れた1名は捜索当時軽い風邪を罹患しており、鼻炎の症状を呈していたことから、風邪、あるいは鼻炎を罹患していると SCP-493JP による被害が免れることが分かりました。エージェントの遺体をさらに分析することで、SCP-493JP の性質が明らかになりました。現在財団が収容している SCP-493JP はこの原種個体です。SCP-493JP の発見と同時期に全国各地で林業従事者及び遭難者の変死が相次いだため、全国的に SCP-493JP の生息範囲が広がっていることが判明しました。直ちに日本各地の山中にて杉花粉が分析されましたが、分析の結果すでに全国の杉のゼロが SCP-493JP であることが判明しました。SCP-493JP の存在が発覚した時点でその生息範囲が広い範囲にわたっていたこと、また通常の杉と同一の外観を持ち、
当時羊発達であった DNA 解析を行わなければ SCP-493JP の同定を行えなかったことから個別に収容することは当時の技術では不可能でした。財団は SCP-493JP をケテルとして認定し、SCP-493JP による被害の拡大を抑えるため、SCP-493JP 個体の収容を含めた封じ込め手順の検討を行いました。まず、カバーストーリー、木材需要の高まり、オルフ試験材として使用する杉の需要を高めることで既存の成熟した杉の伐採を進め、通常の杉ごと SCP-493JP 群の収容を行いました。また、杉を大量に伐採することによる環境の変化の緩和、及び SCP-493JP による人的被害を抑制するために、特殊な杉の植林を進めました。SCP-493JP、1が嗅覚細胞に定着する際、人の体液などの液体を流すと容易に流出するため感染を防ぐことが可能です。この性質を利用し、財団は、人の免疫機構に作用しアレルギー症状を強く発現するような花粉、SCP-493JP、1A を生成するよう品種改良された杉を開発しました。SCP-493JP、1自体は人の免疫系に拒否反応を示しませんが、SCP-493JP、1A に暴露されることで SCP-493JP、1を含む杉花粉すべてにアレルギー症状を呈するようになります。アレルギー症状により生じる鼻水や涙により、SCP-493JP-1 は体外へと排出され、無力化されます。これらの封じ込め処置を実施することで SCP-493JP による犠牲者はピーク時である1995年の年、人から1999年時には年、人へと減少しました。被害者の減少と、封じ込め処置により感染の爆発的な拡大の可能性が低くなったことを受けて SCP-493JP のオブジェクトクラスはユークリッドへ変更されました。メモ。花粉症は死ぬほど辛いが、木の苗床となって死ぬよりはよっぽどマシだ博士。保有ユークリッド指定を受けて SCP-493JP 対策のための予算は削減され、カバーストーリー、木材需要の高まり、は解除されました。201年現在、SCP-493JP による犠牲者は年に1人程度であることを確認しています。しかし、SCP-493JP、1A による健康被害が問題となり、抗アレルギー薬の投与が流行したことで、日本人の SCP-493JP、1への耐性は低下しつつあります。また、カバーストーリーの解除に伴い杉の伐採と植林のスピードも低下しており、SCP-493JP が増殖する可能性が指摘されています。さらに、近年都市部在住の登山愛好者が増加しており、SCP-493JP-1 への耐性が低い人間が、未だ伐採されていない SCP-493JP によって SCP-493JP-1 に罹患し、都市部で発症する可能性は高くなっています。SCP-493JP による被害について、継続的な調査が必要です。